みなさん、bonjour! 都市キューバです。米大手銀行のゴロマンサクスがいいこと言ってくれますよ。2 0 0 3年になって初めて複数の拡客さんから s ンペ0が年内に過去最高の更新する可能性について 聞かれていますよ。で、それに、どう答えるのかって言ったら、イエスですね。おおなかなかいい感じになったりかなと思いますけどね。どうなっていくのか見ていきたいと思います。で、そもそも、なんでこんな様さなってるのかって言ったら、まあ、まず、アメリカのインフルはもうほぼほぼ終わっている状態にはなっているんですね。一応、 まあ、水曜日に米 c p i が公表されて、すごくいい結果にはなっていました。どういうことかっていうと、全体の総合 CPI は、まあ3、3%ということなんですけども、これは、社購入なので、実際の数字として、2.97%ですよ。だから、もう2%台に、ついに入りましたね。それはすごくいいことなんです。ただ、確かにちょっとまだ心配なのは、総合 CPI はいいとして、 ここは CPI の方ですね。これはね、確かにちょっと減少してはいるんですけども、まだちょっとね、心配かなと思います。特にこのエネルギー除くサービスですね。これはまだずっとか,かなり高いインフレにはなっているんですね。ここにはあるんですけども、 6.2%ですね。これはなかなか減少しないんですね。で、それもね、その中にと、特に大きな俺を示しているのは、受給費なんですね。そこはもうプラス7.8%ということで、ここもね、受給費は減少しないと、コア CPI もなかなか減少しないし、そのコア CPI 減少しないと、もうインフレ全体的にちょっとどうしてもそこ高いことになってしまいますんで、これからもね、どうなってるのか見ていきたいと思うんですけども、 全体的には良いとして、まあ、コアの方、特にサービスはどうなのか、これを引き続き注目すべきかなと思います。で、これもあって、一応、まあ、全体的にインフレが収まっています。なので、もうこれからも、一応 FRB は今月の FMC でもう一回入れ上げするんですけども、いや、まあ、それ以上にしなくていいんですよね。だって、そもそも FRB の仕事は、インフレをすることなんで、それはもうできているんで、 それ以上にい上げしなくてもええんちゃうかという話から、特に動いているのは、まあ、為替ですね。これは年初来のドル円のチャートなんですけども、急に上がっていたところで、まあ今、急に下がっているんですね。もうこれからあまり大きな利上げも予想できないし、となると、日米の金利差がそれまで広がらないんで、まあ別にドルも売ってもええんちゃうかという話から、だからその、 円が買われているんじゃなくて、ドルが売られているから、ドル円が下がっている状態にはなっていて、もうわずか2週間で、もうほぼほぼ7円の円高にはなっているんで、まあこれもね、ちょっとこれからまあ、アメリカ株を買いたい人にとってはちょっといいことかなと思うんですけども、すでに投資していた人はちょっと少し、まあ、マイルスになってしまったところですよね。なのでも直近だと本当に、 株価が上がりますけど、円高にはなっています。だからもうほ,ほぼ操作されてるんですよね。これちょっとまあ残念なことにはなっているんですけども、少しでも為替が成長してくるか、いいかなと思います。で、本当に何で育てるかって言ったらもう本当にこれです。だからいろんな要因があるかもしれないんですけども、一番大きいのはドル子自体は減少していることですよ。これはドル指数、つまり他の主要通貨と比べてドルがどれくらい強いのか、 を示す指数なんですけども、急に下がっています。ここにもあって、今ほぼほぼ低く食っている状態で、しかも、2020年4月以来の低い水準にはなっているんですね。つまり、FRB が、その、利上げをスタートした時と比べて同じ水準なんですよ。だからもう大きな利上げの影響で、指数が急に強くなって、今ここに普通に戻った状態で、なので、もう普通に、 ドルが弱くなっているから、円高には出ますよという話かなと思います。で、これからも、多分、それ今後も減少していて、さらに、円高方向には行くと思うんですけども、どこまで行くんですかね今確かに138円に行ってるんで、135まず行って、130までにはちょっとまだ少し遠いかもしれないんですけども、ま、可能性はなくはないかなと思います。特に今、今年はまだ半年があるんで、どれくるのか見ていきたいと思います。 で、じゃあ、もう、インフレは OK。利上げも OK。為替も置いといて、これから、特に今日から始まるのは、まあ、決算シーズンですね。アメリカ企業の業績がどうなっていくのか、見ていきたいと思うんですけども、まず全体の様相として、少し減少というところにはなっています。これはまず、S800 全体の業績の様相。去年と比べて、 上がるのか、下がるのかという予想なんですけれども、全体的に少し減少ですね。マイナス1%だけなんですけれども、この内訳を見ると面白いかなと思います。なんでかというと、これは一応全体のセクターを合算した状態で少しマイナス。なんだけども、一番大きく減少しているのはもうエネルギーですね。マイナス9%ということで、もちろん去年はエネルギー価格が急に高騰して、 このエネルギー関連の企業はバンバン設けて、ですら急に下がったことで、もうこれが今年はエネルギー関連の企業はもうあまり利益が出ないんで、大きく減少していく様子にはなっています。なので今回のエネルギーを除いたら、まあ実はもうトントンですね、業績はもう。去年と全く同じ状態で、業績は横ばい状態にはなっているはずです。で、もちろんこれから本当に、じゃあそのまま横ばいなのか、 それとももう少し悪化していくのか。で、特に、じゃあ、各企業のガイダンス、今後の見通しはどうなのか、これも注目されるんで、まあ、ぜひ、これも引き続き、えー、解消していきたいと思っています。で、特に、まあ、結構面白いんですけども、全体的に、この各、その年末にかけの株価の様相、じゃあ、上がるのか、下がるのか、 まあ基本的には皆さん同じ要素にはなっているんですけども、今のところに大きな差が出ているんですよね。これはまず上の方は、S&T 学の年末の着地の要素なんですけども、最も期派の人と最も弱気派の人の要素の差額の差でどのぐらいの差があるのかって言ったら、今は50%ですよ。なので、 もっともつ弱気派の人から50%上にしても、ここのもっともつ弱派の人になっているんですけどもこれはとんでもない差になっているんですよ、実は。もうほぼほぼ2002年以来の、まあ、もうほぼものぐらいかな。このぐらいですね。もう結構大きな差になっているのは、ちょっとまあ、これだけ見ると分かりにくいんで、図ですると、これはまず s、s ンペクの5年間のチャートの上に載せるとこうなるんですよね。まず、もっともつ弱派の人は、 4,825ポイント。つまり、去年の終値からすると、プラス8%。まあ、完全に過去最高を更新していきましょうという話で。で、最も下落すると予想している人は、もう3,225ですね。もうこれからもう30%も急落するだろと言ってるんですよね。もうこの差がすごいんですよ。そこまでちょっとね、うん。 まあ確かに若干、じゃあ個人的な要素として、これは若干ちょっとやりすぎると思っています。これはもう絶対ないんです。ん僕は個人的には、まあほぼほぼ横ばいか、もしかしてプチプラスが欲しいぐらいかな。まあ、個人的にはもう完全に業績次第と思っています。これから、まあ業績はそこまで悪くないし、ガナンスもそこそこいいんであれば、まあまだプラス。 プチプラスが嘘の可能性もありますし、でかつもインフレはもう戦争しないことも大前提なんですけども、ソニーウハウハを守らなくてもいいかなと個人的には思っています。で、あと二つなんですけども、これはね、やっぱり個別銘柄投資は難しいんですよ。これは S800 のリターンを上回る銘柄の割合なんですけども、なんで全体的に、この、 全体のリタータを余っている銘柄の数なんですけども、たったの23%ですね。しかも、1986年以来、もう最低ですよね。なので、やっぱり、銘柄を選ぶのはものそこそこ難しいんですよね。まあ、日本株はまた別と,としてなんですけども、アメリカ株はね、まあ、全体的に結構難しいことなんですよね。まあ、できれば、もう、 粛々とインデックス投資をメインに、プラス少し個別銘柄やってもいいんですけども、もうメインはこっちの方のインデックス投資の方がいいかなと思います。で、そのインデックス投資に対してのちょっと危機感というか懸念事項かもしれないんですけども、まず同じように、この AS アピコの全体の時価総額の中に、ジョイ10メガラが示している割合の方で、 もうほぼほぼ30%も超えている状態ですね。なので全体の時価総合の中にもう3分の1はもうこの上位10メガラだけ。ただもう一歩の方で全体の利益 EPS の中にたったの20%ですね。なのでちょっとこの乖離があるのはまあ懸念事項としてあるかなと思います。つまり EPS が別に上がらなく上が、上がっていないのに株価だけは上がっている。つまり 全体に示す割合が増加しているのに、利益の効果が減少している。というところで、まあ、これもね、じゃあ、どうなるのか。これはそのまま、えー、減少して、これも減少していくのか。それとも、そのままで、これはもう増加していくのか。まあ、個人的な腰の方が、うん、ありかなと思っています。 特にこのジョイジーメガラがこれからも EPS も回復していて増加していくと見込めるかなと思いますのでこれまでどうなっていくのか引き続きごッチしていきたいと思いますではこれで終わりしたいと思います皆さんご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思っている方はぜひいいねボタンを押していただければ大変助かりますまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますあとは Twitter もやっていますのでぜひフォローお願いしますリンクは画面に貼っていますので 確認をいただけるばと思います。最後に皆さんから何か勧めしてほしいのがありましたら、ぜひ人の方にコメントしてやればと思います。コメントに必ずお届けしますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。